マルチチャンネルアナライザー、または多重波行分析器とは入力パルスのエネルギーを各チャンネルに分けて出力する機器のことである。複数のエネルギーの放射線の数を同時に係数できる。MCA は特に放射線スペクトルの解析に用いられる。シンチレーション検出器や半導体検出器から出力される電気信号を増幅器によって増幅し、 それをマルチチャンネルアナライザに接続して解析する。マルチチャンネルアナライザでは出力された最大のエネルギーを保存し、それに対応するチャンネルの出力へと信号を送る。マルチチャンネルアナライザでは測定可能な電圧の領域が対応するチャンネルによって分けられており、通常電圧が0から8トである。これに等間隔に分割されたチャンネルが対応している。 例えばチャンネル数が1024であれば8トのパルスに対して1024チャンネルから信号が出力され4トに対しては512チャンネルから出力されるといった感じになるこのことからチャンネル数が増えればそれだけ高い分解能が得られるが検出器の分解能を超えることはないので分解能が低い検出器を高性能 OMCA に接続しても 分解能は変わらないということがわかる。しかし、分解能が高い検出器を訂正の OMCA に接続すると、せっかくの性能を生かすことができなくなってしまう。岩波理科学実験第5版、岩波書店、1998年、飯田博美編、放射線外論、通称産業研究者、2005、ISBN4 から860451015。ありがとうございます。